レボトミン 5mg 錠剤レボメプロマジンとは、フェノチア人系の抗精神病薬である。抗精神病作用、生徒作用、鎮静作用を示す。ノルアドレナリン系の遮断が強い。日本では、先発品の商品名にヒルナミン、レボトミンがある。処方箋医薬品である。日本の精神化治療薬の内過剰摂取時に、致死性の高い薬の3位である。 脳内の D2 受容体を遮断することにより、不安、興奮、イライラ、不眠などの症状を改善する。力値が低いため、D2 受容体への選択性は低く、幻覚、妄想などを抑える効果は低いが、ノルアドレナリン神経経営の作用が強く、思考を抑制し、強力な鎮静作用を発揮する。アルファ受容体の遮断や、 抗ヒスタミン作用などが強く、その分、血圧効果やめまい、眠気、判断力の低下が強く出ることがある。適用は、相病、統合失調症、うつ病における、不安、緊張である、抗コリン作用などが強く起こることがある。主に、眠気、だるさ、口の渇き、便秘、かすみ目、性機の障害、起立性低血圧などが起こることがある。 高アレルギー効果があるため、鼻詰まりなどの症状が起きることがある。臨床試験の期間内では、稀に衰退外路症状、悪性症候群、パーキンソン病症状が発生することがある。日本のデータから、精神科治療薬110種類の中で、過剰摂取時の致死性は4位である。コリン作用や QT 延長作用から、心臓死のリスクが高い。ありがとうございます。